静岡市は一昨年の台風による大雨の際、行政からの情報をどう市民に共有するかが課題となっていました。複数の関係者によりますと、こうしたことなどから静岡市は静岡型災害時総合情報サイトを立ち上げるため、2月補正予算案に2億7000万円を計上する方針であることが分かりました。サイトでは災害時に市民の安否情報や避難所の混雑状況、道路の被災・復旧状況など行政が発信した情報や市民から提供された情報が共有できるということです。静岡市は近く詳細を公表する予定ですが、来年4月をめどにサイトの運用を開始する方針です。